4つですね。朝ごはん食べてきました。できました。はい、4150。お家でさ、やってます？紐投げて走ってくると、そうそうそう、ボール投げとか引っ張りとかやってますけど、あと、あの、投げてバランス、そうそう、バランスやつ時々こうやって足やると、やめてって感じで言う。でもそれはね、遊びの一環でさ、2本足立ち、3本足立ち、4通りね、やってってください。できれば10秒ぐらいしたらだいぶ体幹が鍛えられる。階段はどう登るの？この子階段は登ったことないよ。本当は階段もゆっくり、急いだら全然いいんだけど、ゆっくり登ったり、ゆっくり降りたりすると、関節の可動域が広がるから、ゆっくり登ったみたいにゆっくりなんですよ、ね。あとは、あの、スポンジボールじゃないやつ、バランスボール。だけどバランスボールじゃなくても、座布団とかね、安定感ないところで10秒。最初が10秒じゃなくても1、2秒から始めるっていうか、そういうのもね、家の中で遊びの一環としてやってもらえると、椎間板ヘルスが良好できます。そうですよね、怖いですよ。でもそろそろさ、椎間板も硬くなってくる年齢なので、ね、はい。日曜日に、ちょっと珍しくうちで洗って、あ、そうなんですか。その時に、はい、あの、肛門線を絞ってみたら、あ、出ました。ちょっとだけ出ました。出ました。まあ、食欲はいいんですよね。今はすごくありますよね。食べて、運賃も何回でも成長します。3、4回はしますか？3、4回はする。結構します。すごいね。さ、まあでも、いいことですね。で、食べ物も繊維質が多いんでね。何みたいな。もう綺麗。でも綺麗だし、あのレンズも綺麗ですね。ちょっと黄色いのがついてきてるね。奥歯とかね。つきやすいんですよ。はい、じゃあ先にワクチンとこれからケアしますね。大丈夫。よし、じゃあリスタートしてください。